く、激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、 We are Stardom。 さあ、新木場大会におけるクイーンズクエスト対大江戸隊のタッグマッチになります。実況は私村田春夫、そして解説は週刊プロレススターダム担当の成川栄一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方、元ユインター、現在はプロレスキャスターとして活躍中の大江誠さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ成川さん、はい、この試合というのは現タッグチャンピオン、はい、ゴテスオブスターダムチャンピオンの大江戸隊対、まあ、過去にこの2人で、はい、そのゴッテスのベルトを巻いたことがあるクイーンズクエストですね。そうですね、去年の、7月に落としてしまったんですけど、それまでかなり防衛数を、ね、重ねていました、桃選手と宇多美選手のタッグですね。しかも渡辺桃選手はですね、はい、この B プレストリーに裏切られた、あ、その恨みというもの、怒りというものが今たまりにたまってますからね。はい、まあこの間ね、花月選手のスターダムラストマッチで勝ったりとかして上昇してますしね、桃選手、ここでね B 選手にね、やり返したいですよね。クイーンズクエストを電撃離脱して大江戸隊に加入しました。いやでもどう思います、大江さん、これ B プレストリーって結構ねクイーンズクエストのイメージ強かったんですよね。そうですね、ただまああの裏切りのインパクトも強かったですからね。そうですよね、まあ、本当にあのエンディングで桃としては非常にショックな場面だったんですよね。しかも神声までもらいましたからね。いや本当にね、まともにもらいましたよね。あと渡辺桃にとっては今何としてでも自身の腰にベルトを巻きたいという欲求が非常に強い。まあ、そういった意味では成川さん、はい、これ現チャンピオンチームと今ここで戦えるというのは一つのチャンスでもありますよね。すごい大きいですよね。あの唐突に組まれたカードなんですけども、すごい好カードですよね。特にあの桃選手たちにとってはチャンスがすごいありますよね。しかし B プレストリーのチーキーナンドスキックを食らって、さらにこれはクイーンズランディングの体勢に持っていく。さあ仕留めにかかるぞ、もう危うしです。このまま沈むか、高角度前方回転エビ固めカウント2。まあこの試合はもちろんノンタイトルなんですが、大江さん、はい、勝つと負けるとではこの先大違いですからね。いや違いますね、特に桃は本当に、2019年、はい、19年の蓄積分、この蓄積分のエネルギーを2020年でね開花させてほしいですよね。そうなんです。白いベルトの王者時代は連続防衛記録の保持者です。さあダイビングの走馬灯はカウント2、これはチャンスになりました。地球ウィングフェイスロック、これ成川さん、桃選手のね得意技の一つですよね。はい、あの白いベルトを巻いてた時はね、この技からテキーラサンライズにつなげ、さらにピーチサンライズにつなげてスリーカウントを取るというのがあの定番の流れでした。さあこの大きい B プレストリーをなんとか寝かせて、さらにテキーラサンライズ、綺麗なブリッジ、ここはジェイミー・ヘイターが間に合いました。完璧な決まり方だったんですよね。本当にモモのこの後方のスープレックスに関してはバリエーションもありますし、角度もありますしね、出しようによってもこれ一発で決められるんですけどね、逆にでもこれもすごいですよ、ね、素晴らしい、おお、よく返しました。今度は B プレストリーの得意技でありますリーガルプレックス、このインパクトです。あの小股を一本すくってるので、はい、角度が増すんですよね。本当にダイレクトに後頭部、首、ダメージ大きいですよね。そうなんですよね。さあここで B プレストリーのパートナージェイミー・ヘイター、これは危ないぞ、挟まれている、だがよくかわした。さあクイーンズクエストチャンスになりました。怪しした宇多美も動いて B に投げっぱなし、ジャーマン、そこから受け継いだ渡辺桃がピーチサンライズ、一気に仕掛けた、カウント3、取りました。
これ何かと大きい勝利ですね。はい、そうですね。現タッグチャンピオンからの勝利ですからね、はい、もちろんタッグ王座への挑戦権も見えてきたでしょう。いや、そうですよ。これ大江さん、発言権大ありですよね。いや、本当そうですね。もうここから、まあ、このやっぱり結果を3つ取るということがまずもうプロレスラーのもう発言権のまず第一歩ですからね。はい、はい、Bさん、ジェミーさんよ。この間の後楽園のお返しびっちりさせてもらったんで、私たち全王者があなたたちの持ってるゴッデス・オブ・スターダム挑戦させてください。さあ来ましたよ、モモの挑戦表明。おっと、B は怒りの張り手です。ああ、乱闘になってしまいました。成川さん、これどうなっちゃうんでしょうね。そうですね、まあ2人ともねエキサイトしますよね。あのいろんな裏切って裏切られての流れがあるのでね。まずはね、タイトルよりも感情の方が先に出てしまいました。果たしてどうなるのか、ゴッデス先生。2月16日ライオンハート小野崎レオが引退試合に臨んだ。ジャン時代の仲間である飯田沙耶とのタッグ、相手は当時のリーダージャングル京奈と新人の星野樹。培ってきた技と全力の闘志を見せるも勝利は奪えず、最後はジャングル京奈のボディープレスを受けスリーカウント。勝者ジャングル京奈、赤コーナー2年間を走り抜けたライオンハート小野崎レオ。ジャン、そしてクイーンズクエストとユニットを渡り歩き、昨年はベルト挑戦も経験。小野崎レオ、2年間のレスラー人生の幕を閉じた。いよいよフューチャーオブスターダム選手権試合のスタートとなります。チャンピオンはクイーンズクエストの林下宇多美。今回が6度目の防衛戦となります。そしてチャレンジャーは2019年の新人王上谷沙耶です。キャリア半年での大チャンスとなります。さあゴングです。そしてこの試合、なんとスペシャルゲストにこの方をお呼びしました。岩谷麻衣選手です。皆さんこんばんは、スターダムのアイコン岩谷麻衣です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんと、はい、初の解説ということで。初めてですね。ちょっと緊張してますけど大丈夫で、大丈夫かな。大丈夫ですよ。緊張する岩谷選手も皆さん喜んで見てくださると思います。そうですね、はい、もう、はい、ラストは全開でいきます。でも岩谷選手にとってもここはどうでしょう。やっぱりそのまだ若い上谷選手のこの初チャレンジっていうのは気になるところではあるんじゃないでしょうか。そうですね。だからパッと見身長がでかいですよね、2人ともね。そうですね、大きい選手ですね。ああ、そして成川さん、やっぱり同期の星野選手、はい、そうですね、セコンドについてましたね、はい、まあ、もちろんあの上谷選手を応援する気持ちもあるでしょうし、彼女もね、あのフューチャーオブスターダムの挑戦資格があるので、はい、そこを見据えてあの観戦している部分もあるかもしれませんね。このフューチャーオブスターダムのベルトというのはキャリア2年未満もしくは20歳以下という、はい、そうなんです、挑戦の、ね、条件があります。まあ、あの上谷選手はね、本当に宇多美選手のことを尊敬していて、もうずっとこう打倒宇多美っていうのを目標としてずっと掲げ続けてきたんですよ。あの新人になった後にも、あの宇多美さんがフューチャーオブスターダムのベルトを取りたいって、ね、言ってましたしね。あ、そうだったんですね、はい。まあ、宇多美さんを倒したいという気持ちプラス、こう隣に並びたいっていう気持ちにね、認めてもらって、一緒にやっていきたいっていう気持ちもあるみたいなんですよね。岩谷選手はまだちょっと雲の上の存在みたいな感じなんですかね。なんかね、やっぱ近寄りがたいみたいですよ、若い選手に話をして。どういうこと、近寄りがたいらしいですよ。緊張しちゃうみたいです。そうなんですか。あんまり、まあ、関わることがないんで、ちょっとそう思われてるんだ。
いやごめんなさい、ちょっと作った部分ありました。なんだよまあまあでもね、やっぱりスターダムのアイコンですし、現在スターダムの頂点に君臨する岩谷選手、まあまだキャリア半年の上谷選手にしてみれば目標にするのはまだっていうのがあるかもしれないですね。いやそれは本当そうだと思いますよ。なんかねやっぱ選手、若い選手たちって岩谷選手にすごい影響を受けてて、なんかね受け身とか、まあ、真由さんみたいに取りたいとか、ああいう風にプロレスができるようになりたいとか、あと本当に若い選手、岩谷選手を目標にああなりたいって入ってくる選手がすごい多いんですよね。嬉しいです。まあなので上塚にしてみればここでまずはまあ新人のね象徴でもあるフューチャーオブスターダムのベルトを取って一つ階段を上りたいところですよね。今あの白井伊代選手が昔やってた技でしたね、あのバク転からのドロップキック、これ伊代選手以外にもできる選手がいたのちょっとびっくりしました。しかもめちゃくちゃ綺麗でしたね。綺麗でしたね。身体能力高いですよね上塚選手。超高いです。多分今スターダムにいる中で多分一番運動神経はいいと思います。運動神経というか身体能力、身体能力、機械体操やってたのかな。そうですよね、非常に体も柔らかいですし、まあ、そこから繰り出されるですね必殺技のランニングシューティングスタープレス、これが決まればベルトダッシュも夢ではありません。しかし相手は新人離れした怪しした宇多美です。いやでも岩谷選手にとってもこのまだキャリア1年半で一時期は4冠王になった宇多美選手の存在っていうのはちょっと驚きだったんじゃないですか。いやもう考えられないですよね。やっぱデビュー前からこういろんな記事に取り上げられたり話題性あったりとかで、実力もあってパワーもあって、もう自分からしたら考えられないですよね、このキャリアでこんだけ動けるっていうのは。なんか話題性に実力がついていかないっていうこともあるじゃないですか、はい、そうじゃなくて話題性についていってるんですよ実力が。なるほど、うん、だからすごいなって本当に思いました、純粋に。まあでもね成川さん今、はい、その宇多美選手もですね残っているベルトはこのフューチャーのみということで。そうなんですよね、あの一時期は 4本ベルト持ってたんですよ。でもあのイブインターナショナルっていうベルト落として、さらにゴッテスオブスターダムを落として、 SWA 世界っていうベルトも落として、今このフューチャーしか持ってないんですよね。ちょっと追い詰められてる状況、もしこのフューチャーのベルトを失ってしまうと無冠になってしまいます。絶対に落とせない状況ですが、おっと、でも上谷選手これしたたかですね。しっかりとこのね今宇多美選手の弱点である膝を、はい、一点集中攻撃で狙っています。1月の清水大会で痛めてしまったんですよね。でそれがまあ治りきっていない状態なんですよね。これがでも岩谷選手この大事なタイトルマッチで相手の負傷箇所を攻める戦い方ができるっていうのはなかなかですよね。そうですね、やっぱりこうね攻めていいものかって思っちゃう部分もあると思うんです。ガンガンいってますね。はい、岩谷選手はこう攻められる経験はすごいあるんじゃないですか、負傷箇所。ありますね、やっぱテーピングしてるとここ狙ってくださいって言ってるようなもんだから、うん、まあ宇多美にとってはね本当に痛いだろうし、正直きつい戦いだとは思います。ああ足だいぶ来てますね。そうですね、どうしてもこのテーピングというものはここが私の弱点ですと、まあ、言ってるようなものですから。しなきゃね、しなきゃいいんじゃないですかって言って、ね、あそうですね。でもまあ再発予防というか、やっぱりね痛いもんは痛いんで、ちょっとそうなんですよね、ちょっとでもテーピングでカバーしてっていう部分はありますね。まあ実力から言ったら実績から言っても今の林下宇多美、上谷さんに遅れを取るところはありません。きっちりと防衛したいところではありますが、負傷箇所を攻められるとわからない女子プロレス界の逸材とも言われています。まあこのテーピングというのはその痛みを取るというよりかは岩谷選手そのまあもう一度怪我をしないようにサポートしたりとか、その怪我をする前の力になるべく近づけるようなですね、サポートに近いんですよね。そうですそうです。自分はやっぱ膝の靭帯がないので、やっぱそこをテーピングであの靭帯があるような強度に戻していくっていう感じですね、うん、だから攻められるとその痛みとともにまた怪我をしてしまうのではないかという恐怖に駆られます、うん、まあ、だから先ほど岩谷選手がおっしゃったように攻めるのも勇気がいりますよね。ましてや成川さん別にいがみ合って敵対してる間柄ではないですからね、はい、そうなんですけどね。でもあの上谷選手、はい、いい顔ですし、なんかこう切り替えがねできてますよね。こう尊敬する先輩なんだけれども倒したい、素晴らしい。昨年の8月にデビューしたばかりの上谷さん、キャリア半年ですが
見事な戦いっぷり。これは面白いことになってまいりました。さあハーフボストンクラブ力強く沿っていく。これはロープに逃げられないとチャンピオンを打たび大変なことになります。さあおっとタップしそうだ、タップしそうだ。おさあタイトル移動か、タイトル移動か。上谷がフューチャーの王者になるのか、決まるか。いやでもいい表情本当に取るんだというね、上谷選手の気迫がもう伝わってきますね。わさらになんだなんだなんだ、うわミサイルキック、足に一点集中やっぱしてますね。はい、うん、キャリア半年での岩谷真由ができましたかね。無理ですね確か試合前とかに泣いちゃってたけど、してましたね。泣いてます相手が入場してきたら怖くて泣いてます。さあこれもいい技ですね。これなんかバック中からの今ニードロップ、これ機械体操の経験もあるんですけどダンスも12年やってたんでね、ちょっとストリートダンスっぽい流れから決めますよね。ちょっとオリジナルっぽいですね。これ彼女のオリジナルでしょう。この動きをできる選手はいないですよね。技名あるんですかね。技名あるんですかね。技名なんか言ってましたよ。え どんなの忘れました。ちょっと後で LINE で確認します、はい、残念ながらオンエアには載せられそうにありません、はい、さあ激しいエルボー合戦。さいやでも負けてない、この打ち合いでも負けない、すごい。気持ちが切れませんねこれね。上谷選手って感情が顔に出ますよね。どっちかというと宇多美選手クールな感じなんですけど、上谷選手はなんか目をひんむいたりだとか、なんかちょっと若干岩谷真由選手チックな部分もあるかと。そうですね、もう喜怒哀楽がすぐ分かりますよね、うん、見てて面白い、うん、それはやっぱプロレスラーにとっては大事なこと。大事ですね多分。まあでもシュープロさんではねすごいひどい顔の写真とかめちゃくちゃ使われるんですけど、はい、そうですね、そこも皆さんに注目していただきたいさあ神谷さん、あっとかけられた。ここは勝負をかけた一発のデッドリードライブ、うん、まあやっぱりねチャンピオンの宇佐美選手経験があるだけにピンチの時にどう戦えばいいのかは分かっています。あーだが食らいつく、うん、すごい素晴らしいですね、はい、これチャレンジャーですからね、全てを出し尽くさないとその腰にベルトを巻くことはできません。おお飛ぶ飛ぶ飛ぶ場外への飛び技。さあいったープランチャー推進だ。これ170センチ近い選手が飛んできたら怖いでしょうね、うん、高さはなかったですけど体重がねすごい重いの でかいから怖いと思いますよ。受けてもダメージがすごい半端ないと思います。そして先ほどは阻止されたこのトップコーナーからのミサイルキック。さあさあ抑える抑える、カウントは2。チャンピオンも必死のディフェンスです。でもこれいけるんじゃないですか、うん、完全にペースは持ってってますよね。オーバーヘッドキック、これ成川さん、あとはね、はい、ランニングシューティングスタート、ね、狙いますね、はい、オーバーヘッドキック最近使い始めました。ランニングシューティング、かわされた。さすがチャンピオン、これだけは食らえないということか。しかし自分の得意技をかわされても心は折れていない上谷さん、その心を折ろうとする林下宇多美のスリーパーホールド。動け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 、ああ逆落としからさらに胴締め。これ岩谷選手こういう時は動いた方がいいんですか。動きたいんですけど、ね、やっぱガッチリ入っちゃうと動けないですよね。もう一瞬でスリーパーで決まってしまう時は決まってしまうので、頑張って動いて動いて。そうですね、これね何か外すなり動くなりのねリアクションをしないと、これレフリーストップもありますからね、うん、あーよかった、よかった。ちゃんとあの自分の手を相手のね腕にこう喉のところにこう入れてたんで、ちょっと隙間はあったのかな。あー素晴らしい、やばい角度やばい角度、宇多美のバックドロップ。おー返した、すごい。今の目見ました成川さん。いや生きてますね、生きてませんよ。しかし王者は非常です。ここで見せるか、トーチャーラックボム。
宇多美6度目の防衛に成功です。上谷選手もね追い込んだんですけど、やっぱ宇多美選手キャリアというかね、あの爆発が違いますよね、うん、なんか余裕を持って受け止めていたようにも見えた試合でした。でも岩谷選手良かったですよね。上谷選手頑張った、はい、このキャリアでこの2人でこの戦いをできるっていうのは本当にすごいことだなって思います。キャリア半年の岩谷舞と戦ったらどうですかね。あーもうやばいあのねスタミナがウルトラマンって言われてたんで3分持たなかったんですよね私は。だからこんな戦いができることを将来がちょっと怖いなと思います、ね、そうですね。非常にやっぱ新人王らしいですが、それを跳ね返した宇多美も素晴らしい。今赤のベルト白のベルトを狙っているので、いつまでもこのフューチャーのベルトだとダメだとずっと考えていました。なので今日は今日でこのフューチャーのベルト返上したいと思います。私はクイーンズクエスト、これからまたスターダムのトップに上り詰めていきたいので、そのためにはまだちょっと人がまた少なくなって足りないんじゃないかと思ってるんだけど、上谷よかったらクイーンズクエストどうかな。突然の直接勧誘どうする。私は練習生の頃からずっと宇多美さんの背中を追いかけてました。宇多美さんがそう言ってくれるならクイーンズクエストに入れてください。なんと上谷が選択したのはクイーンズクエスト。これスターズからも勧誘されていたんですが、ちょっとこらスターズの面々顔が怖い。星野も一緒に救急に入って一緒に成長していきたいなと思ってるんだけど、どうかな。私は鞘の横じゃなくて鞘を超えたい。だから私はスタートに入りたい。星野の答えはスターズ成香さん。はい、まあ、上谷選手と対峙するっていうね目的あるんですけど、あのタムさんのとねあの指定関係にもあったので自然な流れではありますね。あーやはり中野タムがその星野のスターズ入りを祝福します。分かれました同期。それからは別としてお願いします。なら握手する必要ないですね。さあということで岩谷選手、はい、クイーンズクエスト選んじゃいました。そうですね、生きがいがいなくなってしまいましたね、はい、でも星野選手がスタート入りしました、ね、はい、この時自分知らなくて、後からこの夕方ぐらいに LINE が来て、これからよろしくお願いしますっていう LINE が来て、そこで知ったっていう感じなんですよね。現代っ子だからまだあの実際組んだりとかしてないので、これからちょっと楽しみではありますね。でも今のマイクを聞いてる感じだとすごい頼もしかったです。